ジェフリー・ビールは、アメリカのコロラド大学デンバー校のオーラリア図書館、EN ・アウラリアライブラリーの准教授。司書だった時、捕食出版という用語と概念を確立し、ビールのリストを作成したことで知られている。ビールは捕食出版を批判し、チャールストンアドバイザーやネイチャー、ラーパブリッシングなどに、捕食出版の問題点を指摘した。捕食出版の批判では、 世界中の多くの研究者からの賛同が得られた。しかし、捕食出版社から強い抗議を受け、多くの学術史専門家から批判され、さらに、ビールはコロラド大学デンバー校と同校の同僚たちから支援が得られなかった。スイスの出版社は捕食出版社と指摘されたことに怒り、ビールを激しく攻撃した。また、 コロラド大学デンバー大学からの激しいプレッシャーにも直面した。これらが直接の原因でビールは2017年1月失職することを恐れリストを削除した。そして2018年3月コロラド大学デンバー校を退職した。ビールはカリフォルニア州立大学ノースリー事校でスペイン語学の学士号を取得しオクラホマ州立大学で 英語学の修士号を取得した。さらに、ノースカロライナ大学チャペルヒル校で、図書館学の修士号を取得した。2012年、コロラド大学デンバー校の准教授になり、テニュアを得た。2013年7月のチャールストーンアドバイザーでのインタビューで、ビールが最も影響を受けた人物は、フレッド・キルゴアだと述べている。ビールは、オープンアクセス学術史を、著者が、 論文掲載料を払うゴールドモデルと払わないプラチナモデルに分類しゴールドモデルは乱用されやすい。また論文出版に際して学者と学術出版社の間に金銭的な取引をするシステムが学術出版システムを崩壊していると主張した。伝統的な学術出版システムでは論文出版に際して学者と学術出版社の間に 金銭は絡んでこなかったが、それは大きな利点だった。ところが、そこに金銭が絡み、著者から高額な論文掲載量を受け取り、論文を出版する補色出版社が出現し、粗悪な論文を出版するという問題が生じてきた。2012年6月のインタビューで、ビールはプラチナモデルを支持し、私が見た唯一の真の成功モデルは、 伝統的な学術出版システムであると述べている。2013年12月、ビールはオープンアクセス誌であるトリプリックにオープンアクセス出版の賛同者を批判したコメントを発表した。つまり、多くのオープンアクセス学術誌に掲載された論文は、質が低いこと、差読がないかないに等しいこと、質の悪い論文を読むことで、大勢の人が害を受けること、若手の学者が出版すると、 キャリアに傷がつくとした。オープンアクセス出版運動は、エイリー出版社を殺し、学術出版を共同組合的で、社会主義的な企業にするという目標を追求している、反エイリー運動だ、と批判した。さらに、一貫した作読と出版物の長期保存をしている、伝統的な学術出版システムの利点を無視している、と批判した。ビールはまた、 問題の学術史をリストに含めるか否かの判断で、その学術史を出版している出版社から提供されたデータに頼っているオープンアクセス学術史要欄も批判した。2017年6月、ビールは補色出版の歴史、その問題への彼の関与、上記の批判の大部分の要約し論文として発表した。ジェフリー・ビールが2008年に 個人的に補色出版社と補色学術誌のリストを作成したのが始まりで、2010年半ばにはリストは確立されていた。2011年には18件の出版社がリストされたが、2013年に225社、2015年には693社、2016年12月29日には923件の出版社がリストされるまでになった。 スイスの出版社は捕食出版社と指摘されたことに起こり、ビールを激しく攻撃した。また、コロラド大学デンバー大学からの激しいプレッシャーにも直面した。これらが直接の原因で、ビールは2017年1月、失職することを恐れ、ビールリストを削除した。2013年2月、オープンアクセス出版社である、カナダ科学教育センターから、 ビールリストに捕食出版社とリストされているのは名誉毀損だという手紙を受け取った。手紙はまた、ビールリストから会社名を削除しなかった場合、民事訴訟で訴えると述べていた。2013年5月、インドのオミックス・インターナショナル社からも法的脅威を受けた。オミックス・インターナショナル社の学術史をビールリストに捕食学術史としてリストしたことを告訴すると伝えられた。 インドの情報技術法の条項 66A に基づき損害賠償額は10億ドルであると通知された。なお、66A 条項は2015年に別の事件でインドの最高裁判所が意見と判断した。ユナイテッドステーツは当にダニエル・ボグデン2016年8月25日、米国の連邦取引委員会と連邦検事 EN ダニエル・ボグデンは オミックスインターナショナル社の CEO であるスリヌバブ、ゲデラを詐欺的なビジネスである捕色学術業をしていたことでネバダ州地方裁判所に提訴した。ビールは米国連邦取引委員会の訴訟に喜んだ。オミックスインターナショナル社は捕色学術業で訴えられた最初の学術出版社だった。訴状はオミックスインターナショナル社が 出版物の仕方についての研究者を騙した。また、論文掲載量が数百から数千ドルなのを隠して、いたと主張していた。2017年11月、ネバダ州地方裁判所は、オミックスインターナショナル社に仮差し止め命令を下した。ありがとうございます。